かなりのワールはフランスの赤ワイン用ブドウ品種であり、歴史的にはピレネー山脈のフランス側の山麓に位置するアリエージュ県で栽培されてきた。とはいえ、2001年に行われた DNA 型鑑定においてイタリアのピエモンテ州のワイン生産地域で栽培されているガメールベルドンという名のブドウは実際はかなりのワールの木であったことが判明した。また、 ピレネー山脈を越えたスペイン側においてバティスタの名で知られているブドウ品種もかなりノワールと同一であることが分かっている。ピノノワールやグルナッシュと同様かなりノワールにもかなりブランかなりグリの名で知られるカヒーロの突然変異体が存在する。かなりノワールが古くから栽培されているアリエージュケンかなりノワールにはピレネー山脈に望むアリエージュケンや オートイコールがロンヌ県で栽培されてきた長い歴史があるが近年の DNA 型鑑定によって証明された事実からブドウ品種学者たちの間ではこのブドウがかつては今よりも広範な地域で栽培されており隣国のスペインだけでなく東側のフランス南部全域さらにはアルプス山脈を越えてイタリアにまで及んでいたのではないかという推測がなされているなぜなら スペインで栽培されているブドウ品種とイタリアのピエモンテ州のバルキゾーネ及びバルディスーザで栽培されているブドウ品種が DNA 型鑑定によってかなりノワールと同一種であることが分かったからである。現在、このブドウは絶滅に近い状態でアリエージュ県の各地に点在する植栽の他はモンテギュープラントにあるアリエージュワイン生産者組合所有の保全用。 ブドウ園にしかなく、同ドウ園では試験用の食材を商業的なワイン生産へ転換させようと模索している。一部の白ブドウ品種にとって、ボトリティスシネレアの感染は歓迎されることもあるが、かなりのワールのような赤ワイン用ブドウ品種の場合は、灰色カビ病という病害を招く。かなりのワールは、成熟が中期から晩期で、受精が非常に強く、収量は多い。 主にかかりやすい病害は、灰色か微病である。成熟した、過房は中程度か、やや小さめの円筒形である。着方は時として、非常に大きくなることがある。青黒色の火皮は、果汁分の多い果肉を保護している。この品種を醸造すると、やや色が浅く平凡なワインとなる。ピノノワールとピノブラン、グルナッシュとグルナッシュブランの関係と同じく、かなりのワールにもかなり、 ブランとかなりグリというカヒ色の突然変異体が2つある。ただしピノやグルナッシュの変異種の場合とは異なり、かなりの変異種を見かけることは稀であり、現在のところ商業的なワイン生産には使用されていない。長年かなりのワールは、以下に挙げる多種多様な別名で知られてきた、バルザ、パティスタ、ブランシェットルージュ。 ブランケット、ルージュ、ブーダル、ブルックを入会やばかなり、ゴーニュ、カイアバ、カナリ、カナリル、カナリル、カルカス、カルカセス、カルゴ、ナルト、カルゴ、ナルト、シャロス、ノワール、コタキュ、ベルト、コベール、ド、ソー、ミロア、コート、ベルト、アンファン、エロン、ド、グロロー、エスキス、ブラゲット、ホルノワール、ド、ラビエヌ、ホルノワール、ガメール、ベルドン、ガメ、ド、マラン、ガメ、マラン、グロス、ネグレット、ル、ベルドン、ウィーユ、ド、ショップオ、オン、ダヌンク、ノワール、ピノグリ、ピノ、グリ、メンド、ザ、サン、ルカナリ ブランの別名にはベルシュタルカヤワカイエバなどがある。かなりグリの別名はブドウ樹育種研究所所属が管理するブドウ国際品種目録で確認されている限りでは存在しない。かなりノワールにはフランス南西部においてこの名で知られボルドーやカオールのワインと関係のあるマルベックといくつか共通の別名が存在する。しかしながら 両品種はしばしば互いに混同されることがあっても、類縁関係は認められていない。ありがとうございます。